こんにちは、朝6時です。曇っているような霞んでいるような感じで、気温は 8.5 度、少し涼しいです。山吹吹雪にしき、花がたくさん咲いてきました。山吹はそんなにじっくり近くで見る花でもないような気がするんですが、近づいてみるとこんな風に斑入りになって咲いています。ペチコート水仙ゴールデンベル、今年は枯れた葉っぱが結構ありますね。椿藤娘、綺麗に咲いてきました。上品な椿です。西洋シャクナゲ、これも花数が増えてきました。結構大きめのシャクナゲですね。早咲きルピナス、だんだん色がはっきりとしてきました。これはピンクでしょうかね。隣はもうちょっと色が鮮やかです。アリウムパープルカイラの茎が少し伸びてきました。八重咲き水仙タヒチ、たくさん咲いてますね。これはボリュームがある水仙です。手と比べてみるとこんな感じですね。房咲き水仙ゲラニウム、これは遅咲きの部類に入ると思います。芳香水仙ピピット、最初は黄色でしたけれどもバイカラーになりました。サーウィンストンチャーチルは遅咲きで房咲きで八重咲きです。オーデマリ、とても鮮やかな緑ですね。花の形もはっきり分かるようになりました。桃色オーデマリジェミニ、これはだんだんピンクになって咲きます。桃色オーデマリメリーミルトン、これもよく似ているんですがちょっと違います。八重咲き水仙レプリート、ようやく綺麗に咲いたみたいですね。イベリス、たくさん咲いてきました。これはアブラムシに注意です。9時半です。やはりちょっと霞んでいるようですね。気温は21度まで上がってきています。この温度計、オーデマリの幹のところにあります。下から見るのと上から見るのとだいぶ違いますね。レンギョ、枝が伸びたので後で切ります。アケビの花たくさん咲いてますね。この大きいのが雌花だと思います。アケビがこんなに生い茂ってしまって、下にある木は大丈夫でしょうか。キバナイカリソウです。船のイカリに形が似ているからイカリソウというそうです。山吹吹雪にしきはこんな風にレモン色に咲く花もあります。いろんな色、そして斑入りがあって綺麗ですね。黒船ツツジ羽衣、咲かなかった枝からはたくさんの葉っぱが出ています。キジムシロです。我が家にも時々オスのキジがやってきていますが、声はしょっちゅう聞こえています。ヒメウツギ、つぼみのままでなかなか咲きませんね。今日も水仙の花柄摘みをしました。家庭用のヘッジトリマーで蓮蓉を刈り込みました。もうヘロヘロなので細かいところは後にします。蓮蓉を刈り込んだらば下から大板草が出てきました。育てようと思ってもなかなか育たないんですが、ここでひっそり咲いてましたね。これが蓮蓉の枝です。これが充電式のヘッジトリマーです。ヤニクリーンとアイアンガード、これでお手入れをしていこうと思います。まずはヤニクリーンの方ですね。綺麗になるでしょうか。そうこうしているうちに11時半になりました。気温は24度まで上がっています。丸尾です。気持ちよさそうにしてますね。たぬき寝入りをするところです。今日はこの辺で、バイバイにゃん。